塗装器。左が酒き台に乗せられた酒き、右が調子。酒きは主に日本酒を飲むために用いる器。月あるいは酒付きとも書く。小さなものは酸とも言う。酒きの多くは中心がくぼんだ皿状、円筒状で、皿部分の元に小さな円筒が付いている形状になっている。材質は木に漆を塗った漆器製、ガラス製。 金、銀、鈴などの金属製、陶磁器製、河原家とも呼ばれる土器製などがあり、大きさは様々である。酒は、通常、酒を飲むために使用される。日常の飲酒から、神道の結婚式や神事などフォーマルな席まで、いろいろな場面で使用される。また、酒を飲む以外にも、黒田武士を舞うための道具、優勝した際に渡される商品、勲章。 宝章などと共に授与される支配窓としても用いられる。神社や皇室では、新鮮の酒を盛るために酒を使用することがある。なお、この場合は味方、お式、高月等に酒を乗せて備える。神道の酒は、上古は、素焼き時であったが、後世は、陶器、湿器金器銀器等も使用するようになった。三、主産主配とも書く。 大小複数の杯を一組にした杯を、組坂という、重ね杯ともいう。一般的なものは三枚一組の三つ組坂で、坂台が付けられている場合が多い。銀製の坂月を用いて酒を組み交わす。坂ごとは、血縁のない人間関係を確認し、強固にするためにも行われる。このため、坂を絆の意味で用いることもある。 上下関係や席重を前提とする決演の、坂月ごとでは、上位者が先に口にした坂月を、位者がいただいて、口にする習わしがある。その後、飲み干した坂月を、位者がそのまま配慮し、懐に入れる作法もある。神道の結婚式では、夫婦となる男女は神前で三種の坂月を用いて、酒を飲む三三九度と、列席した親族が共に、坂月で酒を飲む、 親族がための酒付きの儀式が行われる。これにより、新たに作られる夫婦とその夫婦を取り巻く、親戚関係が作られ、その結束を確認する意味を持つ。また、日本の暴力団では、兄弟や親子など家族を模した関係が形成され、これを確認するために行われる酒付き事が重視される。正式に参加に入ることを、酒付きをもらう、参加から離脱することを、 酒を返すなどと言いならわす。さらに、後西に,に分かれて会うことができないことが予測される場面、などでは、酒ではなく、水を組み交わす水酒が行われることもある。近代においても、第二次世界大戦中、特別攻撃隊の出撃前には、水酒が組み交わされた。水が用いられた例としては他に、他人数で制約を行う際に、 各人が署名した気象文を神前で燃やし、その灰を酒に入れた人髄に溶いて飲む一味人髄がある。中世から近世にかけて一気の結成に際してしばしば行われた。長野県の北進地方の一部には北進流と呼ばれる宴石における酒ごとの風習があり、主催者の功労をねぎらい、祝意を表するものである。これは安土桃山時代以来、 真田氏の出陣の際に行われたお酒好きの式が松代藩に伝わり、大正六年に旧藩関係者以外にも広くお披露目されたことに始まる。宴席で場が温まりお開きが近い頃を見計らい、参会者の中の年長者や主品から酒好きを差し上げたいなどと北進流を行おうという胸の道義が出され、同時に指名を一任することの同意が求められる。 参会者の賛同を得られたら、酒を受ける人とお酌をする人が指名され、歌いの心得のある人が数と、お魚役に指名される。お酌をする人とされる人は一組とは限らず、同時に複数で行われることもある。お酌の指名を受けた人はその日の功労者や主催者に、酒を持参し、お酌をする。そして、お魚として宴席にふさわしい歌いが披露される。 お魚が終わると注がれた酒を飲み干し、その酒好きにはもう一度お酌がされ、これも飲み干す。そして今度は、注いでもらった側が、酒好き返しとして、同様にお酌を受ける。長野県の東新地方の一部には、五万山と呼ばれる園石における酒好きごとの風習がある。席の最後に、巨大な大酒好きに清酒を一生くらい入れて、回し飲みをする。 五万三を回すという表現もある。下灰の一種蒸気の朝顔状の他にも、逆月には、いろいろな形が存在している。ありがとうございます。